ねえねえ、パトイチロー兄ちゃん、なんかパパ帰ってくるの遅いね。心配ないよパトサブロー、もうすぐパパがお土産買って帰ってきてくるよ。悪い、遅くなったな。あ、パパ。パパ。お、パトサブロー、パトミ、待っててくれたのか、ありがとうな。すまんすまん、でも今日は2人にお土産があるから。え、お土産、なになに。なに、2人ともこれ欲しがってたよな。はい、ランドセルだ、背負ってみろ。え、ランドセル、やった、かっこいい。パトミも背負う、かわいい。気に入ってくれたか、よかったな、ありがとうパパ。でも僕たちが欲しいのはランドセルなんかじゃないよ。え、何を言ってるんだ。僕たちが本当に欲しいのはパトカーだよ。え、パトカー、お前たちパトカーなんか欲しかったのか。欲しいかも。パトカーは買ってきてないな、どうしよう。やだやだ、パトカー欲しいよ、ランドセルなんかいらない、僕パトカーが欲しいんだ。おい、パトサブロ、わがままはよせ。いや、パトイチロー兄さん、実は俺がパトカー買ってきてるんだ。え、パトジロー兄ちゃん、パトカー買ってきてくれたの。あ、ちょっと待ってろ。お待たせ。はい、今日はサウンドクラウンパトカーを紹介するよ。わー、おっきなパトカーだ。パトジロー兄ちゃん、ありがとう。すごい、本格的なパトカーだ、かっこいい。え、ちょっと待ってよ、なんかパパのパトカーに似てないか。いい、パパはちょっとあっち行ってて。え、かっこいいな。あ、こんなところにボタンがある、もしかしてこれ音が出るのかな。押してみていい。押すよ、せーの。すごい、サイレンが鳴った。パパはサイレン鳴らないのに、この新しいおもちゃサイレンが鳴る。あれ、ここのレバーは何なんだろう。あ、すごい、ライトが上下に動いてる。すごい、パカパカしてるね。2番は何だ。すごい、交差点に進入する音だ。僕もいつかクラウンに乗りたいな。いつかはクラウン、いつかはクラウンだね。いろんな音が出るかっこいいサウンドクラウンパトカーでした。それじゃあまたね、バイバイ。お、このパトカーはサスペンションがとってもかっこいいですね。